弾薬とか置いてたとこかな。暗すぎて何か分かれへえ。よしよし、え、こっちが上がれるようになってるで。え、どこ行った？こっちから出る。え、こっちから中繋がってた。ああ、中が繋がってんの。明治時代これちゃうかな。立ち入り禁止って書いてたよ。入れるよな。へえ。あ、上上がったとこが、おお、すげえやんこれ。由良要塞。28年流砲だ。あれや、あの日露戦争に使ったやつや。お、あれと同じ形や。何年とか書いてないな。由良要塞。ああ。へえ、こうやって言ってね。これ最初の砲台跡やな。うん、現在地ここか。ほんほん。え、ここ、え、そうそう、順番にずっと砲台が。ここら辺にあったんか。ほんほん。で、こう打つんか。こっちに、海に。せやろな、うん、ここにあったんやろな。こ、あ、丸いのなんか残ってるやん。あ、せやな。ほらほら。二つ丸に残ってるからここに大砲据え付けたったんや。こっち見ろ、こっち見れば、うん、これでもすごいとこや。肩からこの肩にこんなとこあんの知らんかったわ。友ヶ島にあんのは聞いたことあるけど。怖っ！怖っ！真っ暗すぎるやん。